株式会社スティルフーズは東京都港区でレストランの開発、運営、及びコンサルティング業務を行っている会社である。キャピトル東急ホテル、サイプレスホテルリゾートを経て代表取締役、鈴木修和が1995年に設立。当時は何もなかったお台場にイタリアンレストラン、ブルスケッタピックスカフェをオープンし、お台場ブームの火付け役となった。リッチ。 顧客ニーズに合わせた業態開発に力を入れている。フラッグシップのレストランは、六本木ヒルズケヤキ坂通りにある37、ステークハウスバー。乃木坂に本店を構えるピッツェリア1830は、アウトレットなど商業施設を中心に店舗展開しており、本店は畑木を使用した窯でピッツァを焼き上げている。フルサービスのレストランから、 セルフサービスのレストラン、カフェなどを北海道、宮城県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、静岡県、大阪府、福岡県と広範囲に展開している。1995年、1996年、1997年、1998年、1999年、2000年、2001年、2002年、 2003年、2004年、2005年、2006年、2007年、2008年、2009年、2010年、2011年、中1イコール2006年11月に、オッペン化粧品に、事業譲渡。2イコール2007年4月にユニマットクリエイティブに、事業譲渡。東京ミッドタウン、六本木ヒルズ、三井アウトレットパーク、ラゾーナ川崎。 五天場プレミアムアウトレット、JR 博多シティ、ララポート横浜など、ありがとうございます。